ミュージックバンカーオメガ 83.8 日本飲んだくれナイト。皆さんこんばんは。日本飲んだくれナイトの時間がやってまいりました。メインパーソナリティのノミネです。この番組はお酒を通して日本を元気にを合言葉に、今は海外でも人気のある和酒を多くの方に知っていただき、今宵の一杯をさらに美味しくする情報を提供する番組です。今週も飲んだくれたい元気に行きます。ふーちゃん。はい、どうもふーちゃんです。一週お休みしちゃったんですけどね、なんとかね無事戻ってこれたんで、今週からはまた頑張っていきたいなと思いつついますよ。はい、はい、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。はい、次なおちゃん。はい、はい、ナオックスです。皆さん9月の22日は秋分の日でしたね。秋分の日、そう、ちょうど明けて今23日になりましたけど、なんか9月22日になったのって12年ぶりらしいですよ。へえ、そんな変わるの？9月の23日が大体でなんか変わるんですよね。なんかうるう年もあって、ことしもあって、そうそうそう、なんかそれって毎年発表されるらしいんだけど、なんか昼の長さとね夜の長さがね一緒ぐらいって言われてて、もうそんなところまで来たのかっていう、この頃ですね。塾長。はい、そうですね、その通りでございます。いきなりちょっと戸惑ってるよね。はい、こんばんは、お酒の塾長です。はい、今回もお酒のコメントやうんちくを頑張りますのでよろしくお願いします。さて、今週の週替わりパーソナリティは山口県岩国市村重酒造蔵人の金子圭一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。圭一郎です。なんか塾長もこの紹介の仕方も飽きちゃったんじゃない？バレた。そろそろね、バリエーション増やしていかないと。僕すごいあのリスナーの方から暇だって思われてるかもしれない。褒めて結構忙しいです。はい、貴重なご意見ありがとうございます。はい、では今週も極上の一杯を探す旅に出かけましょう。今週のノミペディアです。ここではお酒に関する雑学や専門知識をお伝えしていきます。今週の担当は塾長です。はい、塾長です。よろしくお願いします。お願いします。今回は一般的な苦いビールが得意でない方も楽しむことができます、クラフトビールですね、のホワイトエールがテーマです。いいっすね。さて、早速2種類も、まあ、召し上がっていただいてるんですけど、今試飲してるのはですね、まず日本のホワイトエール、茨城県ですね、日立のネストビールですね。かわいいですね。それがまず一つ、あの、フクロウのマークが有名なところですね。かわいい。そしてもう1種類は、同じくあのベルギーですね、ベルギーの、ヒューガルデンホワイト、今日はこの2つをね試飲していただきながら、お話ししたいと思うんですけど、皆さんいかがですかね。どちらの方が好みとか、なんかあの気になる、なんか好きな点とかありますかね。なおちゃんどう？私ね、ヒューガルデンやっぱ好きなんだよね。なんかこのなんか独特の何、ね、このフルーツ、そうですね、ちょっと酸味があってね、おっしゃるとですね、美味しいなと思って。ちなみにヒューガルデンっていうのはあれなんですよね、あのベルギーの首都ブリュッセルの東にある村の名前なんですね。ヒューガルデン村です。現地ではね、フーバーデンとかフーバルデンとか、なんかそんな言い方だったと思いますので、そういうところになりまして、なるほど。でね、そこでちょっと話出るんですけど、ベルギー発祥です、このホワイトエールはベルギー発祥で、小麦を原料としたビール、だから小麦を原料としたビールってあの2トップありまして、一、つは、一回やりましたね、ドイツの南部にあるバイエルン地方のバイゼンって言って、銀河高原ビール、あれがまず一つ、はい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 、そしてもう一つはベルギーで、あのヒューガルデン村で有名なこのヒューガルデンホワイト、ホワイトエールですね。この2つが小麦の代表的な、2トップなんですね、ビールですね。でホワイトエールっていうのは炭酸もね、あの爽快で、どうでしょう、雰囲気的にあのバナナとかですね、あ、主体としたフルーツ、そんな感じがします。レモンティーみたいな紅茶のような風味もあって、あ、まるでミックスジュースを彷彿させるような甘い味わいで、そして苦味がね繊細な感じしますよね。しかし決して甘すぎることもなくてですね、スマートな酸味も感じるので、全体的に心地よい印象のエールになるのかなと。キメが細かいよね。そうなんです。だからすごいね、あのだから
人気高いですね、あのビールが苦手な方でもですね。さっきなおちゃんねいいヒント言ったんですけど、うん、あのちょっとあの他のビールと違った風味があるのは、うん、実はねこれコリアンダーとかナツメグ、そうなんです、オレンジピールスパイス、そうそう、ハーブ&スパイス、あ、なんで今カッコかっこいいちょっとカッコかっこいいハーブ&スパイス、はいはいはい、それをね入れてるので副原料がすごいこれ活躍してるんですよね、はい、それでなんか独特のねスマートで複雑なんですねこれピールですね。ですね、まあ飲み飽きることなく何杯でもねおかわりができそうないけるねものでになりますよね。これ度数高いの？いやこれそんなに高くないですよ、もう確か5度か6度ぐらいだったと思いますけどね、そんなにいいんですね。 5.5 とかどちらもですか ね、 ね、4.9 と 5.5 って感じ、ありがとうございます。どっちが 5.5？ 5.5 はね、この日本の方、あ、日立のさんの方、うん、そうそう、うん、でヒューガルネ 4.5、 あ、意外と高くないね、そうなんですよ、なんか結構ね私の周りでもですね2次会3次会とかで最後に締めっていう時でヒューガルデンホワイトとかこの日立のネストを選ぶ人多い、いや本当に多いですよ、やっぱり最後スマートにすっきり飲んで帰るっていうね、そういうところがねありますよね。同じホワイトエールでも全然違う、全然違いますね、なんですね、コクがある、そうそうそう、あの日本の方が、日本の方が飲んでみて、最後の方が味をしっかりと感じるっていうね話を聞いて本当にそうだなっていう、これ皆さんよく見ていただきたいんですけど外側見ると濁ってますよねこれっていうのはですね、そうですね、これ何かというとですね、あのタンパク質とか酵母などの影響、いわゆる日本酒でいう濁り酒みたいなもんですね、はい、そういうところが あるんですよね。へえ、だからこういうのは非常になんていうかボディが強いビールになるんですけど、うんうんうん、逆に言うとまあ一つこれはまあご参考までの報告ですけどデメリットもありまして、はい、保管が難しいんですよね、店頭で、そっか、こんだけ濁っていろいろ入ってるから、そうなんです、うん、だから一般的なラガービールとか日本で売ってるビールは缶に入ってるものとかだったら、うん、まあ、本当に品質にブレはないんですけど、はい、こういう濁ってるビール、まあ、日本酒の濁り酒もそうやね、お店の保管状態によってだいぶ保管期間とか保管場所、場合によっては太陽の元に置かれとかね、あとあったかい暑すぎる場所とか、そうなるとちょっと微妙に変わってくるので、ぜひともお店で召し上がっていただくときとか、なんでしょう、スーパーとか店頭で買ってきた時に1回だけ飲んで、はい、あ、これは自分の口に合わないなっていうことではなくてですね、はい、何度か飲んでいただいて、あ、こういう傾向があるんだなっていうふうに知っていただくようなビールかなと思いますよ、ね、状態によって全然味が変わるってことですね、まあ、金子さんのコンディションみたいなもんですね、機嫌いい時と機嫌悪い時私に対してですけど、そういうようなビールかなと思いますけどいかがですか。すごいなんか情緒不安定みたいな感じで言われてますけど、本当にね急にぶっこんできましたね。全然そんなことはない何かと思ったよ、品質は極めて安定してます。ごめんね、グラスが各自っていう各ビールあ、それぞれ専用グラス、これはやっぱり専用グラス飲んだ方が美味しい、あ、やっぱり専用グラスで飲むと、まあ、厳密に言うと形もあるんですけど、まあ、あのビール醸造所が作ってる、ビールでのグラスに入れた方がやっぱいいですよね。前回の酒器の話にちょっとつながってきてますね。基本もこれ管理としてはもう、はい、直射日光とか当てないとかは当然なんですけど、冷蔵庫で保管して、はい、冷暗所保管が一番いいんですよね。そうだね、はい、っていうところです。はい、最後に一つだけ言っときます、はい、苦いビールが得意でないあなた様に合うビールの種類、それがホワイトエイ、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 はい、以上お酒の塾長でした。なんでカッコつけてるんですか。ここで一曲お送りします。エレファントカシマシで今宵の月、今宵の飲んだくれトーク、それでは2つ目のコーナーに行きましょう。今宵の飲んだくれトーク、お酒に関するさまざまな話題や簡単な酒の魚のご紹介、そして時にはゲストをお呼びしてお話を伺うコーナーです。今週の担当はふーちゃんです。はい、ふーちゃんです、よろしくお願いします。お願いします。で早速なんですけど今回ですね、ちょっと1通お便りを紹介させていただきたいと思うんですね。じゃあ読ませていただきます。はい、はい、マイハルリと申します、はい、いつも明るい放送を楽しく聞いております。ありがとうございます。さて最近衝撃的に美味しいお酒に出会ったので飲んだくれナイトの皆さんにお伝えしたくてメールしました。ありがとうございます。で、まあ、もうもしね過去の放送で扱ってたらごめんなさいということで、マイハルリさんからいただいたんですね、はい、続きいきます、はい、そのお酒なんですけれども滋賀県山地酒造さんの桑酒です。桑酒で、もうそれが甘くてドローリなんです、うん、これからの時期は氷カラカラしながらロックで飲んだらおしゃれですよ。なんでも大昔の主人裏庭の
桑でお酒を作れと夢の中でお告げがあったそうです。以来桑酒を作っていて、旅の途中で疲れて歩けなかった人が桑酒を飲んで疲れが取れまた歩けなかったようになったとか、あとねこれ島崎藤村を飲んでいたとかっていうお酒、京露酒とかも好きですが、それより癖がない感じです。滋賀県のお土産で東京にあるかわかんないですけど、機会があったらお試しください。これからも番組楽しみにしています。頑張ってくださいということで、お便りありがとうございます。ありがとうございます。で出てきた桑酒なんですけれども、今回ですね私ご用意いたしました。でせっかくなんで桑酒飲んで見ながらお話ししていこうかなと思います。せっかくなんで、結構ね初めてですよね、自分も初めて滋賀県に旅行に行った時に、今年の4月ぐらいに行ったんですけど、その時にちょっと面白くて買ってはいたんですよ。おさすがやな、ふーちゃん。で、すごい甘い。そう、メールのタイミングとグッドタイミング、ね、すごい、ありがとうございます。美味しいねこれね、でですね、こちらの桑酒、まあ先ほど名前も挙がったんですけれども、滋賀県の山地酒造さんで、天文元年1532年創業ということでですね、結構ですね、まあ、古い酒造さんが作られていて、入れ物もかっこいいよね、山に道路の路で山地酒造さんですね、なるほど、で、まあ、この桑酒なんですけれども、まあ、北陸から京に向かう北国街道っていうね、ところで、まあ、滋賀県とか京に通っているところで作られてて、まあ、先ほどもあったように旅人が疲れを癒すとか、そういうところで飲んでたお酒の一つなんですね。で、まあ、桑酒の起源は470年以上昔で遡るらしいんですよ。すごい。でも本当に先ほどもあった通り、祖先がね、桑を用いて酒を作れってお告げを感じまして、それを元に作られたお酒っていう、耳枕に立っちゃったんだね。なんかよくね、ありますよね、まあ、お告げを感じて作ったと。で、まあ慶長年間1569年から1615年、京へ登る旅人が、まあ、もう宿で疲れた時にこれを飲んで、もう歩いて、昔なんて飛脚なんて歩いたりとかいろいろ旅して歩いてたところでこれを飲んで疲れを癒したっていう元になってるお酒ですね。これは確かに癒されますね。甘いし ね、疲れ取れるよね。でなんかね、お食べちゃんみたいな、ね、あ、そう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 、八橋みたいな、日系系シナモン系の香りがふわーってきますね。塾長どうですかこれ。そうですね、これあの味わいは結構みりんですね、本みりんに似ててですね、本みりんのベースに、先出ましたけど、あのニッキー、いわゆるあのシナモン系統ですね、そういうところが合わさったような優しく、あのふんわりした甘みで何杯でも飲めそうで、滋養強壮がありそうな感じですよね。そうですね、まあこれね、美味しくて、でまあちょっと今日ストレートとロックで飲んでるんですけど、まあ長時間ゆっくり飲むんであればやっぱロックでカラカラしながら飲むと全然ずっと飲み続けてられるんかなって思います。炭酸でも割ってみたい。ああ、全然ありだと思います。ありだと思いますね。なんかこれまんまいけるね。なんかなんかご飯と合わせるとかじゃなくて、その子だけを飲み続けるみたいな。度数もね、14.5度、まあ14度から14度割らなくてもね、日本酒とほぼ同じだから全然いけますね。ストレートでいけますね。まあこれね、これ自体を冷やしても全然美味しいかなっていうふうに思いましたね。でまあこれの製法なんですけれども、まあ蒸したもち米に米麹を入れ焼酎に漬け込むと、でもち米の麹でそこに桑の葉とかを入れて作られるという形で作られてますと。結構ねそういうねもち米とかに焼酎がベースなんで、まあそっちの方の強さ、これやっぱりあのみりんの本みりんの作り方ですよね。いわゆるお米のジュースに焼酎を入れると、それによってあの熟成させてできるのが本みりん。もっとあのヨーロッパとかフランスになりますと、あのバンドリキュールって言いまして、ブドウジュースにブランデーを入れる。例えばあのピノーデシャラント、まあ、フロッグドカス購入、まあ、コニャック地方、アルマニャック地方にあるんですけどやばい、さすがなら呪文なりできますね。そういうような作り方なんで、みりんの風味が踏襲してるっていうの、そして桑の葉のエキスが抽出されていい感じしますよね。こちらね、滋賀県に旅行に行った際とか、まあ、アンテナショップとかで見つけた際には買っていただければなと思います。こちら飲んでいただければ疲労回復、滋養強壮にいいということなんでね、まあ疲れたあなたにぜひ読んでみてください。はい、ということで今宵の飲んだくれトークでした。はい、ではここで一曲お送りします。これちょっと言いにくいんで、言える、ちょっと頑張るね、はい、ゆっくりね、せーの、キャリーパーミューパーミューで忍者リバ。酒かわら版のコーナーです。ここでは飲んだくれたいおすすめのお店のご紹介や、お酒に関するイベントのお知らせ、またリスナーの皆さんから頂戴したご意見ご質問にお答えいたします。今回はリスナーの方からのご質問にお答えいたします。ラジオネームのりこさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、質問ですが、
日本酒で、お寿司のように白身から赤身のように、例えば飲む順番はありますでしょうか、おすすめがあれば教えてくださいということなんですけど、いい質問ですね。あるんですかやっぱこういうなんか飲む順番、その。そうですね、こだわる時はあるかもしれないですね。まあ懐石料理みたいなコース料理だったらば、特になんていうんですかね、軽い低アルコールの発泡酒から先付けに合わせて、ちょっと淡麗から口のすっきりしたものから始めて、フルーティーなものから始めて、メインディッシュに従ってだんだん味が濃くなるというパターンがいいですかね。やっぱりそれはお料理に合わせてお酒もだん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 変えていくとかではなくて、ただ日本酒はね度数があるので、最初からコース料理で一番最初から日本酒飲んでしまうと、ちょっと飲みすぎてしまう可能性はあるんですよ。だから最初ね、度数の低いもの、あの日本酒に限らず、ビールでもいいと思うんですよ。梅酒とか割ってでも、なんかね、やっぱりとりあえずビールってやっぱり理にかなってるんです。 5% ぐらいのものから始めて、だんだんアルコール度数を上げていくというのは体にも優しいですし、理にかなってると私は思うんですけど、そうですね、タイコさんどんな飲み方するの？そうそう、こういうのって僕は基本そのお店とか行った時とかは、まあなんか最初やっぱ泡頼んじゃいますよね。まあビールとかでもいいんですけど、まあうちなんかで言ったら、純米スパークリングとか、弾ける純米ね、ちょっと度数低めのものって結構清酒スパークリングでも最近多いので、まあそういうのから始めていただいてもいいのかなと思いますね。やっぱりあと食中になるに従って、まあ例えばお肉系のお料理とかだったらおかんで合わせちゃったりとか、おかんっていうのもありかなと思います。まあ、ちょっとあのノミネート金子さんがおっしゃっていただいたんですけど、私もその通りだと思いますが、あえてちょっと違った角度からちょっと言ってみますね。あのコース料理じゃなくてアラカルトの場合ですね、バラバラに注文した場合、これは私の意見ですが、まず1杯目は、まあ、あの泡物日本酒とかでいいと思う、ごめんなさい、あのビールとかでいいと思うんですけど、2杯目は結論から言うと自分の気になったお酒、好きなお酒を選んでください。なぜかというとですね、あの飲む量にもよるんですけど、まあ、ワインもそうなんです。ワインも淡麗なものから濃純なもの、白ワインから赤ワインってあるんですけど、飲む量にもよるんですけど、3杯目ぐらい飲んでいくと酔っ払うんですね。やっぱりそうだよね、なんかわからない、もう飲みすぎちゃうよ、ね、もう最後になっていい高級なもの出されてもね、わからないんですよね。確かにもう、だからもう一番最初、あの正常な、正常っていうか酔いがまた引かれた時にあの好きなお酒、気になるお酒、それをいただくの一番いいと思います。そうすると納得できて、酔っ払ってからは別にもう何でもええからそういうふうに思いますので、ぜひとも一つの、まあ、これは違った角度からの報告なんですけど、ご参考いただけたらと思いますね。分かんなくなっちゃいますもんね。そう、そういうことですよね。そうかそうか。この間ね、日向さんが計算方法教えてくれたけど、電卓持ってね、アルコール度数をね、確かにね、酔っ払うとね、本当にもったいないもんね。せっかくのお酒がね、美味しいお酒の味わい覚えておきたいものも多いですからね。そうですね、まあでも、まあ好き好きで私はいいと思いますけどもね、まあちょっと、まあ度数の低いものから始めるようにしてくださいということですかね。まあ、やっぱだんだんと上げていくのが一番ベストってことですね、何事も、そうですね、はい、ということで、このコーナーでは皆様からのお便り、ご質問を募集しております。メールアドレスは sake@music-banker.com、 sake@music-bunker.com です。なお、ミュージックバンカー公式ウェブサイトトップページのラジオ番組一覧に宛先へのリンクがございますので、こちらからも送信が可能です。お待ちしております。以上、酒かわら版でした。今夜の日本飲んだくれないといかがでしたでしょうか。どうでしたか皆さん。いやー、ヒューガルで美味しかったです。あ、美味しかったですね。私、桑酒超美味しかった。美味しかった桑酒 ね、初めて持ってきて自分でも飲んでなかったから、これ八つ橋食べながら飲んでみたい。同じような味合うでしょうね。似てるかもね、なんか和菓子に合いそうな、合いそう感じがしましたね。なんかここ来ると初めてのお酒たくさん飲めるんで面白いですね。勉強になるでしょ。勉強になりますね、なんか俺らの方が勉強させてもらってる感の方が強いんですけどね。すごいなと、本当にいろんなお酒たくさんありますよね。ねー、まだあると思うよ、知らないお酒がいっぱい。
ふっとした瞬間にね、道の駅とか寄るとあ、なんだこれって思うのもあるんで、名産って書いてあるからね。そうなんだよね、ラベルにはね、結構 なんか陶磁器というか、なんか時期的、ね、時期の瓶台だけでも結構、ね、でも安いですよね。そんな高くない、思いのほか安かったですね。1400から700円ぐらいで 500ml を買えたイメージですね。割ったらね、増えるしね。割ったら増える、確かに確かに。割ったら増えるって瓶は、瓶割るのかな。違う違う、お酒を割って飲んだら、あ、そう、そういうことで、姉さんはちゃんとやるのかな。姉さんだったらもう瓶割るんじゃねえかなとか一生いやいやいや、それはしないしない。そうかそうか、桑の酒っていうのは私も初めて知ったんですよね。世界的に見たらですね、桑の実を使ったマルベリーですね、それを使ったお酒とか漬け込んだお酒ってのあるんですけど、桑の葉っぱですね、それを使ったっていうのは私も初めてだったんですね。だからなんていうんですか、地産地消じゃないんですけど、日本っていうのは国酒、国酒ですね、がたくさんある一つがこの桑の、あの葉の酒っていうんですかね、そういうふうに思ったのに非常に勉強になった、あの回ですよね。そしてもう一個ね、あのホワイトエールを今日お話しさせていただいたんですけど、はい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 、皆さん見てください、このグラスに残った底にあるのは酵母なんですね。これね、見えます、黒い点みたいなやつですね。ありますね、ありますね。日立のネストビールのグラスの底に残ったのは酵母ですね、これね。あ、そうなんですか。なんかこれ、あの何を言いたかったかというと、あのあまりそこまでご存知じゃない方は、毎日ゴミが入ってしまってるとかいうふうに思われる人いらっしゃるかもしれませんが、そうではないです。こういう濁ってる系とかはですね、その酵母とかですね、そういうタンパク質、いわゆるあの栄養素がたくさん含まれているので、ね、うん、ここが一番栄養あります。うちの家内なんか他いらんけど、このそこだけ飲みたいとか言いますよね。あ、そういうの分かってるから、一番栄養のあるところだけ。ビール酵母って健康食品にもあるように結構ね、あのすごい栄養素がありますので、ただぜひともそういうところもね、あの知っていただいて召し上がっていただきたいと思いましたね。ということで、次回もこのメンバーで元気にお送りいたします。明日も素敵な笑顔で美味しいお酒が飲めますように。乾杯、乾杯。ゲームをしよう、かなか。幼なじみの淡い三角関係を描いたコールラインコール。私をあなたの伴侶にしてくださいまし。彼女はすでに死んでいた。コメディホラーアクションラバーズオブザリビングデッド。ミュージックバンカーの関西所属声優を中心としたドラマ CD カラフルコネクトボリューム1、ミュージックバンカーオンラインにて好評発売中。ミュージックバンカーオメガ、調布 FM。調布 FM ミュージックバンカーオメガ 83.8